んにちは、コウダイです。今回の動画はこの日、俺のハスクバーナー FC25 に乗ったエキスパートライダーの感想と、それを聞いて、まあ俺が今後どうしようかっていう話です。この日ですね、某エキスパートライダー242番某 KX45 乗りがですね、俺のハスクバーナーちょっと乗ってみたいと、試乗させてくれということで、試乗してもらいました。まあ、当初はなんか2、3周ぐらい軽くさせてみたいな感じだったんですけど、なんか2、3周してもなんかまだまだなんか楽しそうに乗り出そうな感じで、まあ、結局4周ぐらいしてましたと。4周5周かな。で戻ってきて、どうって聞いたら、最高だと。なんだこのバイクはと、足回り最高じゃねえかというふうに言われました。おお、そうかと。俺自身も前の KTM からこっちに乗り換えた時に、なんか足回りすげえいいなと思ってて、すげえ走りやすいなと。このサスは、このサスはなんで今の発音は、このサスエアサスなんですよ、ハスクバーナー KTM ので。昔の初期型のエアサスはクソゴミだったんですけど、もうこれはね、ある種もう完成しましたね。なんかスプリングともう同等になったんじゃねえかなと思います。で、中はスプリングが入ってないんで、その分軽いですと。なのでフロント周りは軽くできますという、なんかちょっと夢みてえなサスペンションが出来上がったんじゃねえかなと思います。で、そのエキスパートライダー俺のバイクで56秒台にとりあえずぶっ込んだと。で、それはやっぱりこう借り物だから本気じゃないよと、ちゃんとマージン残して走ってましたよと。なるほどと、そうですかと。俺はちょっとまだ56秒台はあんまりこのバイクが出てないんですけれども、まあ今後ね、じゃあすげえいいバイクっていうのは俺も前々から感じてましたと。で、エキスパートライダーが乗ってもこのバイクはいいバイクだということが分かったので、多分このバイクはね、すごく本当にいいバイクなんですよ。で、俺の FC25 は基本的にノーマルなんですよね。ただトリプルクランプだけエクストリグのいいやつが入ってると。なのでちょっと吊るしよりかはちょっとフロントのフォークの動きがいいんじゃねえかなと思います。じゃあそのいいバイクを使って今後どうすべきかというのは、自分の中でちょっと課題がありまして、こうコーナリングをまず良くしたいと。もっとね、バンク角をね増やしたいなと最近思うんですよ。コーナリングの進入スピードを高いまま入って、寝かし込みで向きを変えて、でマシンがまっすぐになったらアクセルを多めに開けるっていうのをもっと強く意識しようかな。この特に1コーナーでちょっとその辺がね顕著なんですけど、自分で倒し込み意識したらね、自分の持ってる全然曲がるんですよね。あ、このバイクこんな倒し込み楽にできんだっていう感じで。あ、58秒で入ってるね。はい、よしよしよし。なので自分が試してみたらね、すごくいいバイクなので、ちょっとこれはやる気が出るなと。俺もせっかくいいバイクを手に入れたので、来年も2021年も終わるので、来年このバイクをもっと乗り込んで、練習の時の課題を意識して上手くなりたいなと思います。来年とりあえず56秒台入れて55秒台が見えるようにしたいね。コロナも落ち着いてきたしね、もっとたくさん乗りたいね。さて、話は変わりまして、今前方にいるバイクはなんか電動バイクっぽいんですよ。音がしませんと。で、音がしないのはいいんだけど、ちょっと直線はこっちの方が速いですと。なるほどと。じゃあまあ頑張って追いかけてパスしようかなと思ったんですよ。そしたらね、コーナリングがめっちゃくそ速い。この次の左コーナー、ここちょっとね、 GoPro だと分かんないんだけど、すげえ勢いで曲がっていくの。コーナリングスピードがね、異常に曲がって、なんか速い。やっぱ軽いんでしょうね。ここもね、速いの。なんかコーナリングスピードが異常に速くて、そこだけ一気に追いていかれるんですよ。いやー、電動バイクは未来があるね。こんだけ走れるんだったら
電動バイクだけのレースとかもあってもいいのかもしれないですね。電動モトクロッサーレースイベントってかこと？エンジンがないってことはこうエンジンオイルとかマフラーとかエアクリもいらないからメンテナンスが随分と楽ですよね。いいっすよね。なんかねちょっとなんかまだどっちかというとなんか自転車っぽすぎるから、あれがもうちょっとモトクロスバイクっぽいしっかりした形になればいいんだと思いますけど、いやー未来感じたわ。電動モトクロスバイク、電動も、まあ、モトクロスってことのまだ車体じゃなくてどっちかというとまだ自転車に近いのかなって感じでしたけど、いやすげえ乗り物が実用化されたもんですよ本当に。ちょっとこの場合あおっ横あ横失あ横失礼するあぶあ横失礼します。はいすいませんすいませんすいません失礼します。さあ1コーナー左バンバンカー多めに曲がってアクセルを開けて、ちょっとねここが遅い、俺多分ここが遅いんだよ。お俺も56秒台目指したいからね頑張んないとね。いやこのバイクは本当なんかすごい扱いやすいというか操りやすいというかそんな感じなので、もっとこう課題を持ってコーナリングをうまくやるぞと、マシンホールドをしっかりやるぞと、マシンがまっすぐになったらアクセルを全開するぞと、その辺をちょっと気をつければ56秒台が見えて56秒台入って55秒台も見えてくるんじゃねえかなと思ってます。来年もうね2021年終わっちゃうから2022年はそんな目標で頑張りたいと思います。それではお疲れ様でした。